それではお話を始めさせてく、させていただくにあたりまして、まずはお題目を三遍お唱えさせていただきたいと思いますが、10月には大変なこの台風の被害が全国各地でございまして、命を亡くされた方数十名にも上りますね。また未だに被災地の復興というわけにはいっておりませんので、そういった方々のためにもまた地域の早期復興をご祈念いたしまして、お題目を三遍お唱えさせていただきたいと思います。南無妙法蓮華経。南無妙法蓮華経。南無妙法蓮華経。ありがとうございました。皆さんこんにちは。私、先ほどご紹介いただきましたが、山梨県は身延町、宿坊でございます竹井坊、そちらの住職を務めております小松雄二と申します。本日はお坊さんを楽しむという話ですね。普段のもうたびたびこちら金曜講話訪れている方もいらっしゃると思いますが、本当にこう毎月毎月日蓮宗を代表する布教師の先輩方、そういった方々がとても素晴らしいお話をされていて、私なんかがこのような場で話をさせていただくというのは非常に僭越なわけでございますが、全国には何千というお坊さんがいらっしゃいます。その中でこんな活動をしているお坊さんもいるんだなっていうぐらいにね、思ってもらえればいいんではないかなと。皆さんの、明日からの糧活力になるようなとてもいいお話っていうのはできないんですけども、自分なりに今身延町という、過疎の町で身延参考寺、皆さんもちろんお参りされたことありますよね。もちろん全国各地からご信者さんはいらっしゃいますけども、もう身延というのは非常に過疎が進んでおりまして、2050年には身延町という行政区割りはもうなくなるんじゃないかっていうふうに言われています。身延参考寺を構えていながらも、もしかしたら身延町という名前はなくなってしまうかもしれない。そういった町で、どうやって身延を盛り上げていこうか、どうやってこの南無妙法蓮華経というお題目に縁を結んでいただこうかということをですね、私なりに試行錯誤をして、今活動をさせていただいております。本日はそういった話をですねさせていただきたいと思っておりますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。まずですね、皆さんはもうこちらの金曜講話のパンフレットですとか、そこの廊下にもちょうどポスターが貼ってありましたけどね、見ていただいた方もいらっしゃるんではないかと思いますが、こう皆さんのこう写真が並んでますね。各月ごとに、僕だけ私だけちょっと変わってますね。天台傘をかぶって、どこを見てるのか分かりませんけど、なかなかプロフィール写真をくださいって宗務員から言われたんです。はい、去年のね11月ぐらいだったかな、もう早々に。で、改めて澄ました顔で写真を撮るのもなんか恥ずかしいんで、とりあえずこのある写真を使えばいいかなと思ったんですが、さあこれが何をしているかというところをちょっとですね映像で見ていただこうと思いますので、5分半ぐらいの映像です。ちょっとご覧いただければと思います。
今からその700年以上昔に日蓮聖人がですね、まあ、世の中がそのこの法華経っていう教えを中心にこう政治事だとか民衆の心に南無法蓮華経っていうお題目を植え付けなければこの世の中はそのおかしくなりますよということを書物にしたためて鎌倉幕府に持っていくわけですね。3回目にやっぱりそれを取り入れてもらうことができなくて孤児になるので、あの三度諌めて用いられずんば山林に交わるべしっていう言葉に習いまして、日蓮聖人はこの身の上へ移り住んでいく。今回の行で何かを得られるかって言ったらもう全く分かんないですけど、自分で行ってることの意味ですよね。まあやっぱりそこは無意味なものっていうのは一つもないと思うんですね。ただやっぱりもっともっとなんかいろんなものを感じたいとか、もっともっといろんなものを吸収したい、もっともっと自分の言葉で発信したいっていう思いを持ってやってると、そういうところに多分意味ってこう通じてくるんじゃないかなと思うんですよね。
ありがとうございました。今映像を見ていただきましたけども、ね、ああいうことをやってるんですよ。あの山を走るトレイルランニングっていう、スポーツがあるんですね。山岳競争っていうと皆さんには分かりやすいでしょうかね。富士登山駅伝ですとか、富士登山競争、山岳競争ですね。山を早く駆け上がる、でまた駆け下ってくるっていう今スポーツがあるんですけども、私それをやっておりまして、まあ、それを使ってですね、こう地域振興をやっていけないかっていうことを考えながら日々過ごしているわけですね。で今の映像は、私の身延山の、竹井坊という、お寺でですね、毎年冬の2月1日にですね、毘沙門さんの、毘沙門天さんを私のお寺ではお祭りしておりまして、その毘沙門さんのですね、大祭お祭りが2月の1日にあるんですね。で先ほども言いましたけども、身延町というのはすごい過疎の町ですので、年々ですね、地元の方々のお参りというのはもう目に見えて減っていってしまう。私が子どもの頃はなんかすごくとにかく賑やかでですね、たくさん人が来ておったので、小学校の友達を誘ってですね、学校帰りにうち寄ってきなよなんて言って友達を連れて帰ってきてですね、みんなでワイワイガヤガヤなんかご飯食べたりですね、そんなことをしながら楽しんだことがあるんですけども、今どんどんお参りの方が減ってしまいまして、私が住職になったのは昨年一昨年になるんですが、その前からですね、この身延竹井坊のお祭りには私が大きく関わるようになっていて、なんとかですね、いろんな仲間にお参り来てもらったり、もっともっと人に、お参り来てもらわなきゃ困るということでですね、何かせねばということで、この七面山の日産行というのをじゃあちょっとやってみようかと、今のがですね、映像で見ると映像自体はですね、2日間で撮ってるんです。でこの行をね、毎年今6日間やってます。朝の、5時に家を出発しまして、竹井坊ですね。で、どうです、皆さん歩いたことがないかもしれないですけど、明石坊側から登っていくんですね、身延山。そうすると途中に追分完成坊という坊がございまして、そこから林道で今度早川町の方へ入っていくんですね。で羽衣、赤沢集落から羽衣の滝、先ほど滝ありましたね、そこへ出るんですね。そして七面山を登りまして、今度は七面山の奥の院側、隅瀬へ降りる北参道で、北参道を降りるんです。で今度隅瀬からまた赤沢に登りまして、追い分けを通って竹井坊へ帰る。36キロあるんですね。これを毎日6日間、朝5時に出発しまして4時までに帰ってきて、ろうそくでお経をあげてるシーンもありましたけども、で夜はお経をあげさせていただいて、だいたい10時ぐらいにはね、就寝するというようなことをやって、そういったことをですね、こうやって山を走ってる関係で、このあと大会を運営してる話もさせていただくんですけども、山で知り合った仲間が、そういうことをやるんだったらぜひ映像に残した方がいいよっていうことでですね、でこうやって映像に残させていただいて、そこそこ映像に残すとお金かかるんですよ。結構お金がかかるんですね。で、なんとか安く済ませなきゃいけないんで2日間で撮ったんですけど、先ほどの映像の中で私の音声声が入ってますね、何回も何回も撮り直すのは、お金がかかると困るので1回撮りだったんですね。ですから、ね、今聞いてもね、自分で何言ってるんだかさっぱり分かんねえなと思いながら聞いてますけども、そういったことで映像を残させて、YouTube というところですとか、
私のホームページでですね、映像を公開してるんですけども、話変わりますが、皆さん天祖っていう映画知ってます？天祖、ご存知の方もいらっしゃいますね。そうですね、これ曹洞宗のお坊さんが作った映画なんですけども、天祖、そうなんです、山梨のお坊さん、たまたま制作会社の、空賊っていう制作会社が作ってるんですけど、そこのメンバーが私友達で、ぜひ小松さん見てよっていうことで、まだ見てないんですけど、もう見ましたか、素晴らしい。天祖っていうのは禅寺で食べ物を扱う、料理を作るお坊さんのことなんですね。その役職を天祖っていうんですけども、これ曹洞宗のね、青年会、全国青年会のあるお坊さんが、映画の内容は多分、福島の原発後、そこの地域で活躍する若いお坊さん、苦悩を抱えながら活躍するお坊さん、それともう一人が山梨県の曹洞宗のお坊さん、というのが、実際に本人たちがですね、出演をしまして、この映画を作っておるんですが、事の発端はですね、これ曹洞宗のその若いお坊さんが、全国青年会の会場で、僕はカンヌ映画祭のレッドカーペットが歩きたいんですっていうとこから始まったらしいんですよ。でそれから映画を作りまして、本当に歩いたんですよね、お坊さんが。そうやって目標を持って、何かを始めると、そういったものはね、実際形になるんだなっていうのがよくわかると思うんですね。ダライラマさんからもメッセージが届くという、日本のお坊さんにぜひ頑張ってもらいたいっていうことですね。ダライラマさんもこの映画見たそうです。でこの日本のお坊さんには期待してますということをメッセージが寄せられたということですね。この映画、本当にそういったことでは、レッドカーペットを歩くっていうことは、もうお坊さんにとってはもう偉業ではないかなと思うんですね。実は私のこのムービーもですね、目的はね、映画祭に出展しようと思ったわけじゃないんですよ。だから撮ってくれたのが山の仲間だったんです。それで北米、カナダの方でですね、バンフマウンテンフェスティバルっていう、山岳を、あとアウトドア、カヤックだとか川のスポーツ、あとは自転車、山を走る自転車、そういったものの、短編、ムービーの映画祭がありまして、それに出したらどうだっていう話になりましてですね、それで急遽英語の字幕をつけたんですね。そしたらね、日本の選考通っちゃいまして、アジアの選考通っちゃったんですね。でいよいよ本国へ持ってくっていう話になったら、あと5分長くしてくれないかっていう話が来たんですね。お金ないんですよ。でいやもうこれ以上は伸ばせないから、これで持ってってくださいっていうことで持ってったら、本国の最終選考で落ちまして、残念ながら、初めからそこを目標にしていけばね、もしかしたらこの天祖みたいに、レッドカーペットまではいかないですけど、そのバンフマウンテンフェスティバルっていうので、公開されると世界で27カ国で、映像が公開されるっていうことだったので、いやそれもね、一つ面白かったのかななんていうふうには今思っておるわけでございます。今こうやって映像を作って、こう七面さんの自分なりの行をさせていただいて、活動したりですね、あとこのよく宗務院に私が来るとですね、あ、小松師匠に今日走ってきたのって言われるんですよ。もう必ず言われます。で今日もね、実はこの改良服で出るべきなのか、ランニングの格好で出るべきなのか、すごく迷ったんですね。身延山を出発しまして、池上本門寺まで、ルートはちょっと分かりにくいですけどね、身延山から本栖湖へ登って、本栖湖っていうのもちなみに身延町です。
お札に絵にありますけども、湖から逆さ富士の絵がありますね。あれはね、元栖湖っていう湖なんですね。あれ身延町なんですよ、はい、でそこを通りまして河口湖の方へ通ってですね、それから鶴の方へ行くんですよ。鶴で、鶴から、ちょうど中央道で松野だとか相模原、っていうところ、そのね山の中を通っていきまして、で相模原市街へ出て、そこからこう池上本門寺まで、160キロあるんです、はい、それをね私あの走ったことが、身延から池上本門寺までは過去2回で、鎌倉から鎌倉の、ね、八幡宮を出発しまして、ちょうどねそれはね日蓮聖人の御遺文通りに、通っていってですね、で御殿場へ抜けて、富士宮へ出て、で身延さんまで走るとちょうど160キロなんですよ。これはね1回で、今年の5月、これは今度は誕生寺を出発しまして、清澄山に登りまして、でその裏側からね養老渓谷っていう方に降りてくるんですね。でそこから中山法華経寺でママさん御法寺寄って、で、池上本門寺まで、それもねやっぱり160キロあったんですよでそれをね、走りながらインターネットでそのお寺の紹介をしたりとか、そういったことをね今させていただいております。まあ走ることがね好きなんで、まあ、なんとかそういった自分の好きなものをね、布教の一つのツールとして使えないだろうかっていうことを今模索しながらやっておるわけでございますけども、ここに至るまではやはりいろいろ紆余曲折がございます。今日皆さん布教研修所のね研修生のお話を聞いたと思うんですけど、あの私もね十何年前かな、あの布教研修所であの実際ここで一回お話ししたことがあるんですよ。あのそれ以来あのこうやって金曜講話に来て、まさか自分が講師として話をすることになるとは思いませんでしたけど、話をさせていただいておりまして、先ほど言いましたように私はこの宿坊の生まれですね。身延さんの宿坊に泊まったことがある人いらっしゃいます？あ、結構いますね。半分近くいますかね、はい。身延の宿坊というのは今現在ですね32ございまして、その中の19の坊が宿坊を営んでおります。泊まれるお寺ですね、身延さんにお参りする方々が一泊宿を取りまして、そして翌朝の身延さん久遠寺の朝のお勤めにお参りされるという、そのまあ宿としてというか、お手伝いができることがあればお手伝いさせていただいたりですね、そういったものがこの宿坊というものでございますけれども、私の母親曰く、1985年日蓮聖人の七百恩期ですね、多分この年が身延さんのお参りはピークだったんじゃないかなって、私の母親が身延さん竹井坊にお嫁に来まして、それからですね、その頃がとにかく一番忙しかったと。で、その七百恩期を境に、どん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 お参りは減っているっていう状況ですね。まあ、実際私もこの お寺の、まあ、運営に関わるようになってからはもう年々、右肩下がりですね、でこうお参りの方っていうのは減っていってしまってるわけですけども、1985年って言ったらもう私10歳なんですよね。10歳の時から、いや今年はお客さん少ないね、いや今年も少ないね、年々年々減ってるねって、そんなことばっかり聞かされてるんですよ。もう身延の方々、門前町の人たち、おふくろね、親父、そういった会話がそんなことばっかりなんですね。で、当時あの私もその頃はですね、身延さんの大学に通う学生さん、身延さん短期大学
3年生の当時短期大学だったんですけど、全国のお坊さんにの卵って言ったらいいんでしょうかね、お坊さんを志した学僧さんがたくさんいまして、その寮に入りきらないお坊さんが学生さんがそういう各宿坊に寄宿しておりましてですね、で、宿坊のお手伝いをしながら毎朝学校に通うっていうことをするんですが、私がその頃小さい頃はですね、竹坊にも5人、学僧さんがいらっしゃいまし、 いましてですね、で、もう中学校に入る頃には、まあ、小さい頃からやはりその学僧さんが朝玄関掃除をして、そして廊下の掃き掃除をして、それからお勤めをして、それから朝食をとって、急いで学校に通う、で帰ってきてはお客さんのお世話をして夕食を出して、お膳で出すんですね、お膳、自分の頭より高いお膳を持って、広場へ運ぶんですね。それから今度お膳を下げてきて、器を洗って、翌朝のセットをして、で休むわけです。そういった生活をね、私も見ておりましたので、自然とね仕事は覚えるもんですね。あの中学校の頃になりますと、自分もそこの一員になって、一緒に皿洗いをして、一緒に翌朝の朝食のセットをして、そういった生活をしておったわけでございます。で、私高校大学と東京の方に来ておるんですが、大学は立正大学ですね、立正大学に進みまして、たまにこの長期の休み、夏休みともなると家へ帰ってまたお手伝いをしながら、庭掃除をしながらふと思ったんです。自分の一生ってこの皿洗いと掃き掃除がメインかもしれないなって思ったんですよ、ね、あの身延の宿坊っていうお寺には檀家さんがないんですね。うち竹坊がね多い方で、21軒です、はい、あの私も住職になってから、まあまあこの話になっちゃうとあれですけど、お葬式って年に1回ないんですね。だからまあ、慣れるものではないんですけど、たんびご葬儀なんて言われるとドキッとしまして、何を準備すればいいんだっけなっていうぐらい、実はお坊さんの仕事よりも皿洗いの方が多いんですね。いまだに坊に行きますと、こういう格好ってほとんどすることがないんですね。サムエ履きにT シャツですね。でそれで坊の中をドタドタと走り回っておりますので、いまだにね学生さんって言われるんですよ。いいか悪いか分かんないですね。そうするとね、お年の方がね、こうやって僕にねポチ袋をくれる。大変そうだね、これを一つね、ラッキーって思う。ね、まあ、その時はね知らばっくれて学生ですって言ってますけど、住職だとやはりね思われないことっていうのが非常にあるんですね。で大学の時にすごく思ったのが、やはり先ほど言ったように、自分のお坊さんとしての一生ってどうなっていくのかな、ね、小さい頃から宿坊の仕事には慣れておるけれども、どん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 参拝者は減っていって、今ではもう人口も減少していって、ね、自分はこの掃き掃除と皿洗いの仕事がメインで、これお坊さんの仕事って何だろうなっていうことを悩むようになるんですね。で大学の頃こういったのはあれですけど、本当に僕お坊さんやりたくなかったんですよ。意外とねお寺の息子って多いんではないかなと思うんですね。で布教研修所なんかにも入りましても、布教研修所に入った時は自分はその時は10人いてですね、仲間が、大学を出てすぐ布教研修所に入った私もいれば、ちょうどその時がですね、神戸の震災の後だったんですね。で神戸の震災をやはり経験して、自分はそのお坊さんとしてこれからどうやっていけばいいのか、どういう布教が求められるのかっていう志高く入ってきたお坊さんもいるわけですよ。でもちろん
お寺の子供として生まれたわけではなくて、在家から出家をして、お坊さんになった方もいらっしゃる。さまざまなお坊さんがいる中でですね、一緒にこの6ヶ月間という時間を過ごす中で、ますます自分のお坊さんとしてのビジョン、将来、見えなくなっちゃいまして、どん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 不安が増すばかりだったんですね。自分にはとてもそんな信仰心は持てない、ね、そんなに強い志を持ってるわけではない、自分はお坊さんとしてやっていっていいんだろうかということを非常に悩むようになりました。で、この布教研修所を出た後に、先ほど、七面山の日産行ってありましたけども、身延には七面山という山がございますね。山自体はですね、早川町なんですよ。で、早川町の山なんですが、七面山の1700メートルぐらいの高さにある七面山慶心院というお寺、この境内地だけ身延町なんですね。飛び地って言いますけども、布教研修所ちょうど出たタイミングで、この七面山慶心院の住職にあたる方を別当っていうんですね。身延の先ほど言いました32坊がありますけども、その坊の中の坊の住職さんがですね、3年交代でその七面山をお守りさせていただくっていうシステムになってるんですね。で、ちょうど布教研修所出たタイミングで12月で終わりまして、その翌年の4月に、新しいお別当さんに声をかけていただきまして、ゆうじ君、七面山にどうだい、勤めないかっていう話をもらいまして、勤めさせていただくことになったんですね。私も身延の生まれですんで、ちっちゃい頃からも七面山もたびたび登っております。身延の中学校、身延中学校っていう学校にも通っておったんですけど、身延中学校はね、当時、七面山に必ず中学3年生が全員登るっていうありましてですね、1泊2日で、進学受験の祈願に全員で登るっていうのを学校でまあやってたんですね。今はこう授業の日数とかそういったいろんな兼ね合いで中学校の登山はなくなってしまいましたけど、私が中学生の頃は身延中学校の生徒は3年生になると全員七面山に登るっていうぐらい、もう身延とその七面山、身延で育つっていうことはもう七面山ともうセットみたいなね感じですね。で、私が初めて登った年っていうのが小学校2年生の時でした。小学校2年生、まあ、2年生だとね、まあ、どうでしょう、身内の方でも登ったことがあるお孫さんね、お子さんの時に 登らせたっていう経験があるかもしれませんけども、当時ですね、私が小学校2年の時に登ったの、初めて登ったのが小学校4年の兄と私と2人っきりなんですよ、はい、しかもね、夕方の4時から、はい、今じゃ考えられないですよね。私の父親が結構なんで傲慢な方でございましてですね、土曜日にですね、突然朝電話かかってきまして、今日お前ら七面山登ってこいって言うんですね。 で私はその頃土曜日午前中の学校を済ませまして、サッカーかなんか習ってたんですね。で、サッカー教室行って、帰ってきてから七面山じゃあ行ってくるよっていうことで行ったんですね。で、4時から登って子供の足です。もう早々にね、暗くなりますね。で、私が途中で、兄と一緒にですね、途中の13丁の休憩所で懐中電灯を借りまして、まあ、父親が七面山に勤務してたってこともあるんで、まあ、私たちのことをよく知っていてくれてですね、懐中電灯持ってきなさいってことで持たせてくれてですね、それで2人して、歩いてくるんですね。七面山の夜の登山道って本当真っ暗なんですよ。ライトを消すとね、兄と2人だったんで面白がってライトを消したりすると、もうね、墨を塗ったような真っ黒、手も見えない、それぐらいね、真っ暗なんですね。その中をですね、兄と2人連れ立ってようやくね、36丁目の休憩所へ到着するんですね。そこで、カレーを食べさせてもらって、そしたらね、そこの36丁の今おばあちゃんが、
今七面さんから迎えに来るっていうからあんたたちここで待ってなさいよっていうことで、待たしてもらうんですね。するとね、当時の七面さんの従業員さんが、降りてきてくれまして、初めに言った言葉がね、おっちゃんが来たからもう安心だよって言ってくれたんですよ。ものすごい大きい声で。で、その時のこの安心感って言ったらやっぱりなかったですね。いくら兄と2人だから、兄がいるから大丈夫っていうふうにはもちろん子供のながらに思ってたんでしょうけども、やはり不安だったんでしょうね。そのおじさんの大きな声、もう大丈夫だよって言った声が非常に心強くて、ものすごく安心した記憶がございます。でそれから実はそのもともと木こりのおじさんなんですけどね、早川の地元の方で、長いこと七面さんにお勤めになっておりまして、その方がまあ憧れというわけではないですけどね、あんな強いおじさんになりたいなっていうのがね、なんとなくあったわけでございます。で、この七面さんに勤めるきっかけを得ることができまして、よしじゃあ自分もこの七面さんの一員になって働かせてもらおうということで七面さんに登ってまいるわけでございますが、またこの七面さんというのは厳しい環境ですね。1700m の地点にあって、いまだに歩いてしか登ることができないお山。そして私なんかがポッと大学出てね、まだ25、6の頃にポンとこう七面さんに行くと、もちろん知ってる従業員さんばかりだったですけど、従業員の方々っていうのはもう地元の方で、生まれた頃からもう七面さんに登っていて、七面さんの山を全て知り尽くしていて、実際お坊さんの、若いお坊さんのことをね、おい小僧って言うんですよ今じゃ、ね、それもどうかなって思いますけど、でもね、入ってきたお坊さんが全員後輩なんですよ。その人たちにとって、おい小僧こっち手伝え、おここ履けって言うんですよ、ね、そういった中で履き掃除をしたり、登ってくる信者さんのね、お世話をさせていただいたりするわけでございます。で今度ね、またね、信者さんもね、独特なんですよ。はい、やはりこの 1700m を歩いてしか登ることができないんで、相当な思いがないとやはりなかなか登ろうかなっていう気にはならないですよね。私が登った時にはもう40年月参りをしているっていう方がいらっしゃいました。毎月毎月同じ日に登っていらっしゃる。で自分なんかがね、先ほども言いましたように、特に強い信仰心がないって言ったらね、また語弊があるかもしれないですけど、なんとなくお寺に生まれて、なんとなくお坊さんになっちゃって、なんか困ったなっていう状態で七面さんにね行くと、もう信者さんにねバカにされちゃうわけですよ。もうそちらの方が大先輩になるんでね。ね、で自分はね、これ幸い、まあ信者さんには気に入られた方かなとは思うんですけどね、もう信者さんも強いですね。気に入らないお坊さんにももう徹底的にね厳しいですよ。僕のね、同期で入ったお坊さんがお会長をやったんですね。お会長ね、そしたらね、まあまあ、それも運悪く声がちっちゃいモニョモニョしたやつだったんでね、そしたらですね、信者さんが変われって言うんですよ。お会長変われと。で自分がね上登ってお経始めちゃったっていう信者さんもいまして、とにかくね、信者さん方もね、ものすごい強い信仰心を持ってお登りになってる、ね、そういった中でお経を読んでるよりかもやっぱり七面さんにいる時は参道の整備が主な仕事なんですね。助練っていうものと、鍬を持って、で手身ですね、大きいこうちりとりみたいなものを持って、とにかく日中は外へ出て参道の整備をする。でここにね、お坊さんは必ずここに二丁差し、なたとね、剪定の子をここに吊るしてるんですよ、参道で。で、その辺の枝をちょっと切って、で参道のね杭を打ったりとか、そんな仕事をねさせていただくと、そうするとね、だんだん一生懸命外で仕事をしていると信者さんがね声をかけてくれるようになるんですね。そんな厳しかったお経に対して厳しい
あのご信者さん方がですね、いやお承認ありがとう、いやいや道がきれいで歩きやすいよっていうねことを声をかけてくれるようになる。すると今度私たちが作業を終わっていよいよ山へ戻って衣を着ると、あ先ほどどうもありがとうございましたなんて話をねしながら、そうやっていくとだん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 信者さん一人一人と親しくなるんですね。そうするとその信者さん方がですね、自分はどんな思いでこの七面山に登ってるのか、ね登るきっかけは何だったのか、こんなご利益があったんだよなんていう話をですね、ポロポロ話をしてくれるようになるわけでございます。で私七面山には足掛け9年いましたんで、ちょうどね東北のね震災の時も私七面山にいたんですね。で七面山にいたらですね、七面山のお堂の檜皮葺きっていう屋根ね、ヒノキの皮を使った屋根ですけども、地震の時にですね檜皮の屋根からですね土煙が上がるんですよ。それぐらいね七面山の山頂でもね揺れたんですね。で、その時にはまあもちろん七面山のお参りっていうのはぐっと減ったんですけどね、夏の頃になるとやはり東北からのお参りが非常に多かったんですね。でお勤めの時には皆さん涙を流されて、でお話をさせていただくと、実際に私は今仮設住宅に住んでるんですけど、この毎年の七面山のお参りをどうしても欠かすことができなくて、何とかしてこの山まで来ましたっていう話をしていただいて、でその晩そのご信者様方も一晩七面山で過ごして、翌朝ね笑顔で帰ってくるんですね。これでまた明日から頑張れます、この1年に1回のお参りを何とか済ますことができて、心がねほっとしましたっていう言葉を残して、皆さんね笑顔で下っていってくださるっていう、そういった経験をさせていただく中で、私もなんとなくお坊さんを始めてしまって不安を抱えたままお坊さんになって、どうしたもんかなというふうに思っておったわけでございますが、そういった方々の、気持ちを聞かせていただいて、あやはり自分もこのお坊さんとしての役職を果たさなければいけないな、お坊さんとして生まれたからには何かこれを恩返しする形で返していかなきゃいけないなっていうふうに思うようになっていったわけでございます。お釈迦様のお言葉にこのような言葉がございます。北経という最古の経典というふうに言われておりますけども、その中のお釈迦様のお言葉にこのような言葉がございます。他人のしたことしなかったことを見るな、自分のしたことしなかったことだけを見よ。他人のしたことしなかったことを見るな、自分のしたことしなかったことだけを見よっていう言葉ですね。私はその身延という町に生まれて、だん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 お参りが来なくなってしまうけれども、その頃の自分はですね、お参りが減るのは自分のせいじゃないっていうふうに思ってたわけですよ。やはり全国各地から団さんという形でね、お坊さんが引率をして、この身延へ参ってくるわけでございますので、どっちかって言ったらこっちは待ってる位置関係ですね。で全国各地のお坊さんが連れてきてくれる、で私は身延で待ってるっていう立場ですね。ですから毎年来ていたお坊団さんが50人で来ていたお寺さんが15人になってしまった、ね、昔から来てくださってたお寺さんがいよいよ2年に一遍のお参りになってしまった、そしてだんだん人が集まらないから来れなくなってしまった。
っていうようなことがずっと続いているわけですよ。けれども自分の中では、それは自分はどうもしようがない、ね、全国のお坊さんにもっともっと活躍してもらわなきゃ困る、ね、っていうふうに思ってた節ももちろんあるんです。そして布教研修所時代には志高く布教研修所に入ってきたお坊さん方を見て、ああ自分には何もない、ああこの人たちと比べたらとてもかなわない、自分なんかは志低くてとても恥ずかしくて人の前では話せない、ね、大学の時には新行道場を出ましたので、一応お坊さんの資格を得てですね、大学時代は、東京にある親戚のお寺に寄宿させていただいておりましたので、法事のお手伝いや、夏はお棚行のお手伝いをさせていただいて、まあ、私も今45歳ですけども、まだまだお坊さんの世界では小僧ですよ、ね、人生経験もまだまだ浅いです。当時大学生の私が棚行でお宅へ行くと、とても大事にしてくれるんですね。そこのお宅のおばあさんが、ね、お承人さんって声をかけてくれて、大学生ですよ、でお茶をどうぞっていうことでお茶を出して、いや暑かったでしょうねって言うと、冷蔵庫からキンキンに冷えたタオルを出してきてくれてね、準備して待ってくれてたんだななんて思いながら、だけど自分はその方に何も話をしてあげることができないんです。何もないんです。何の声もかけてあげることができない。また代替わりしたお宅にお伺いしたりすると、今度はまあ私よりは年が上ですけどね、若いご夫婦がいたりする、ね、そうするともちろんそのお宅でも おじいちゃんやおばあちゃんのやっていた通りにお茶なんかを出してくれるんですけど、私も何を話したらいいかわからない、ね、そのお宅の若いご夫婦もお坊さんを目の前にして何を話したらいいかわからない、お茶を飲むだけで5分無言ですよ、もう、ね、でもとにかく急いで飲もう、ね、でもう早く早々に失礼したいっていう感じなんですよ。もう何もしてあげることができないし、自分から何も話をすることができない、やはりある程度こう年を取らないとこう説得力というものもねないのはまあ仕方がないことではありますけども、自分から何かそこにアプローチすることができないっていうことで、非常に悩みを持っておったわけでございますが、この七面さんの勤務を通じて、何かその相手ですね、その時に対峙した相手に心に響く何かこの一言を与えようとか、この人の人生が劇的に変わるような何かを持って帰ってもらいたいとかっていうことを思う必要がないなっていうふうにだんだん思うようになったんですね。自分の中ではお坊さんのイメージ、こうでなければいけないんだ、こういうお坊さんじゃなきゃいけないんだっていうことをどん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 大きくしてしまっておって、どん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 人と接することが怖くなって、ご信者さんと話をすることが怖くなってしまった。けれども七面さんで、勤務してみれば何のことはない、作業していれば、一生懸命仕事をしていれば信者さんから声をかけてくださるし、ね、本当にお疲れ様でした、どこからいらっしゃったんですかっていうだけで、その道のりを歩いて来てくださった方々は心が安らぐって言ってくれるんですよ、ね、その人たちにとてもとても私が何か人生を変える、劇的に変えるようなお言葉、日蓮大聖人のお言葉もそうです、お釈迦様の法華経を引用する言葉もそうですけれども、そういったものを出すよりも自分らしく一生懸命このお坊さんという職業っていうのかな、お坊さんに向き合って、自分が一生懸命お坊さんをやっていればきっと縁ってつながっていくんだろうなっ
っていうふうに思ったわけですね。先ほど言いましたが、他人のしたことしなかったことを見るなっていうのはまさしくそういうことですね。今ある自分の環境を人のせいにするではなく、自分のしたことしなかったことだけを見よ、ね、自分がこれから何ができるんだろうか、自分はどういうふうにやったらお坊さんとして活躍できるんだろうか、ああ嫌だな嫌だなって思ってるこのお坊さんという自分の職業を、じゃあどうやったら楽しくできるんだろうかなっていうふうに思うようになったんですね。ね、嫌な嫌だと言って一生過ごして、一生嫌だ嫌だって言いながら掃き掃除をして、嫌だ嫌だって言って皿洗いをするよりは、じゃあ何をやったら楽しくなるのかな、自分の仕事ってもっともっと楽しくできるんじゃないかなっていうふうにこの時から思うようになるわけでございます。で、私は、この山登り、まあ、七面山に勤務をする中で、体を動かすことがね非常に大好きだったので、当時からこう登山っていうものをやっておったわけでございますが、ちょっとね体を鍛えようかなって思うと、山道しかないんでね、竹棒を出ればそこ西田に行って、あの強烈な坂道があるわけですよ強烈な、ね、でちょっと山門から登っていけば菩提亭っていうね、とんでもない壁みたいな階段があるんですね。ちょっと体を鍛えようかなっていうと、結局山を走るっていうことが主になるんですけどもその頃に自分が出会ったスポーツが、トレイルランニングっていうものだったんですね。トレイルランニングって、トレイル、これ山道のことです。でマラソンと違うんですね。トレイルランニング、山道を走る競技ですね。先ほど初めにも言いましたけども、山岳競争って言った方が分かりやすいかもしれない。私このトレイルランニングっていうのをやるようになって、ちょっとね先ほどの動画の中でもチラチラと言ってるんですけどもね、まあランニングですとかトレイルランニングっていうのをやってると非常に、リラックスできるし、リフレッシュすることができるんですね。これが何なのかっていうのは私も分からずやっておったわけですけども、走り始めるととにかく気持ちいいですね。普段の雑念といいましょうか、悩みだったり、ちょっとその時こう思っていることから頭をね離すことができる。でむしろ走ってる時の方がいい発想がポンポンと出てくることがあるんですね。これが最近、まあランニングブーム、非常にこのランニングっていうのが流行っておりますけども、その中で実は脳にも非常に効果が高いっていうことが分かってきてるんですね。面白いですね。人間が歩くようになってから、二足歩行を始めてから200万年、現世人類、今のホモサピエンスになってから20万年、歩くことを欠かさず人間は続けておるわけですね。で私も、まあ、経典をいろいろちょっと調べてですね、歩くっていうことがお経本の中で何か書いてあるかなっていうことをちょっとチラチラっと調べてはおるんですけども、やはり歩くっていうことは経典には実は出てこない。呼吸法はあるんですよ。呼吸法はたくさん出てきます。ランニングの中でもね、呼吸法って大事なんですね。大事なんですよ。で、歩くっていう体を動かすってことに関しては経典はあまり触れてないんですね。で私思ったんですよ。なんでかって言ったら、人間は基本的に動くためにこの体があるから、ね、基本的には歩くためにこの足があるんです。で、200万年前にこの人類が二足歩行を始めてから今に至っておるわけでございますが、歩かなくなってからたった200年なんですよ。産業革命、ね、産業革命の頃から人間はどん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 歩かなくなっていく。で今はもう車と電車ですね。田舎の方がねひどいですよ。東京の人の方がねまだね歩くと思うんですね。田舎はねもうドアトゥードア、ね、家を出たら車に乗ってその目的地まで車で移動するんです。みんなこれ全員そうですね。じゃないとまあ田舎は生活ができないんですけど、
歩かなくなっちゃったんですね、人間。するとどうなるかっていうと、非常にね、やはり体に不具合っていうのが出てくるんですね。人間の皆さんの、ね、筋肉はバランスよくついてるように思うでしょ。バランスよく筋肉があると思うんですけど、人間の筋肉の8割は、ね、下半身なんですよ。下半身で歩いたり走ったりすると自然と血流が良くなって脳へ多く血流が回るようになる。そうすると、ね、脳の働きがどん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 活発になっていくんですね。ですからランニングをすると記憶力が良くなるとか、あとはリラックス効果っていうのはもちろんある。で、判断力や思考力が高まっていって心の落ち着きを取り戻すことができるっていうのがランニングの効果としてあるんですね。ですからね、皆さんにもぜひ、まあ、走れとは言わないですけど歩くっていうことはね、ぜひやってもらいたいなって思うんですね。歩くことによって人間の脳はどん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 活発になっていくんですね。ですから最近はこういう説もあるんです。私たちが中学校の頃とか子供の頃には二足歩行を始めた人類が矢尻石器時代ですね、矢尻を使ったり火を使ったり手を使うようになって脳がどん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 発達していったっていうふうなことを子どもの頃に教わってますけど、実はね別の説もあるんですね。歩くようになったから脳が発達したんだっていう学者さんもいるぐらい、今この歩く足の筋肉を使うっていうことが非常に重要視されるようになっておったわけでございます。で今言いましたけども、今ランニングブームですね。で、ランニングブームとやはり同時期に仏教ブームっていうのが起こってるんですよ。仏教ブーム。なブームっていうとね、一過性のものっていう意味が強くなっちゃうんで、まあね、これ一過性にしちゃもったいないというか、一過性であってはいけないことなんで、この仏教っていうのがどん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 皆さんに浸透していかなきゃ困るので、なかなかブームというとね、あれですけども、仏教ブームのきっかけっていうのがやはり脳科学の部分だったんですね。マインドフルネスって皆さん聞いたことあります？マインドフルネス、あと瞑想、瞑想ですね。まあ、マインドフルネスと瞑想っていうのはやり方は非常に似てるんですけども、まあ、マインドフルネスっていうのが企業や病院なんかで取り込まれている活動であって、瞑想っていうとお寺、宗教的な活動っていうものが瞑想っていうふうな位置づきになってくるんですけど、やってることはほぼほぼ同じですね。このマインドフルネスっていうのが非常に流行るきっかけっていうのが、企業の方々がですね、ストレスなく仕事をスムーズに短時間で集中してどうやって一人一人の能力を高めていったら企業の業績が上がるんだろうかっていうところで研究が進んでいくんですね。あとは病院の入院患者さんの免疫っていうのをどうやって高めていって、でやはり何週間もね入院していると気分的にも沈んでいきます。そういった中でその人たちのストレスをケアしていったり、ストレスを緩和していって、どん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 免疫力を高めていって、どん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 健康になって病院を退院してもらう、どうやったらいいんだろうかっていうことを研究していった方がいたんですね。その方がこの仏教の瞑想っていうのを研究していきまして、あ、この瞑想法を取り入れると脳が非常にリラックスした状態になって集中力が高まって、そして非常にこの効果があるんだっていうことを、解明していくんですね。その中でこのマインドフルネスや瞑想の中で一つ重要なことがあったんですね。先ほど言いましたが、集中力が高まるっていうことと同じように人の共感性が高まる、共感性、共に感じるっていうことですね。共に感じる、人の痛みを自分の痛みと同じように感じることができる能力が高まるってことがよく分かったんですね。
実はランニングも同じなんです。ランニングをすることによって共感性っていうのが非常に高まるっていうふうに言われております。よくね、テレビなんかでもありますけども、男性が妊婦さんの気持ちを体験してみようっていうことで、お腹にこう重りを巻いて、試すっていうことがテレビでも私何回か見たことあるんですね。あとこう中学校学校なんかの教育で、お年寄りの体がどういう動きをするのかっていうのを体験してみようということで、こういう補助器具みたいなものをつけてね、ちょっとわざと手足があまり動かないような状況を作って若い子たちに体験してもらうなんていう、そういう学習なんかもありますね。けれども共感性っていうのがもしこの世の中でもっともっと高まっていったらどうでしょう、ね。自分の身重の奥さんに夕飯作ってくれよなんて言わなくなるかもしれないですね。どういう状況かっていうのを感じ取ることができればそんなことがなくなるかもしれない、ね。例えば体の不自由な方が、電車に乗ってきたら、もっと若い人たちがさっと席を譲ってあげられる世の中になるかもしれない。非常にこの共感性っていうのは今重要視されているところでございます。それと先ほど言いました集中力ですね。集中力っていうのは先ほど言いましたように、短時間でどうやったら業績を上げることができるんだろうかっていうところがスタートになってますけども、集中力とね、私たちの雑念、ストレスの元になる雑念っていうのは一緒になってるんですね。セットなんです。皆さんどうですか、自分の集中力で持続力どれぐらいだと思います？どれぐらいでしょうね。10分20分、どれぐらいだと思いますか、ね。これ科学的に研究するとね、8秒なんですよ。8秒、びっくりしますよね。金魚より短いんですよ、人間の集中力って。これ科学的にはそういうデータが出てますね。で、要はこの集中力が持続しないとどうなるかっていうとね、例えば今私なんかは話をしなきゃいけないってことに集中してるから、まあ、割と集中力は集中してる方かなって思うんですけども、日頃の生活の中で皆さん、仕事を何かしてますね。例えば家事をされる、家で家事をします、料理をしているときに、あ、まな板がちょっと汚れてるわ ね、ハイターにつけなきゃこれ除菌ができないかしらっていうことに気づく。そうするとシンクの台に、あ、ここにちょっと水垢がついてるけどこれこすって落ちるかしらっていうふうに思うわけです。人間の脳っていうのは先ほど言いましたように集中力8秒、料理に実は集中しているようで、そういったいろんなものを見てるんですね。で、例えば男性なんかは家で仕事をしているとき、会社で仕事をしているときに、さあこれをちょっとやっちゃわなきゃいけないなって思いながら携帯を思わず撮ってみたり、ね、一つのことで集中しているようであっても、いろんなことにどん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 意識が散漫になっていってしまう、どん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 飛んでいってしまう。これが実はね、ストレスの原因なんですよ。で、人間のこの思考っていうのは負の連鎖を起こすように作られてるんですね。先ほど言いました、あ、シンクの汚れが落ちるかしらどうかしら、あ、もうこの家も古くなったわね、なんかこのお台所変えてくれないかしら、いや、うちの主人の稼ぎが悪いから、どん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 悪い方に頭が入ってしまうっていうのが、この人間の脳みそのシステムなんですよ、残念ながら。で、これを断ち切るっていう方法が先ほど言いました瞑想とランニングに実はあるっていうのが面白いところですね。ランニングの、私がやってるトレイルランニングっていう競技ですけども、先ほど見ましたように登山道の下りを、映像だと分かりにくいですけど、すごいスピードで走ってるんですよ。すごいスピードで走ってる中で、何を考えてるかっていうと、例えば次のコンマ何秒先にここに足をつこう、この足をついたところのこの石は浮いてるかな、転がるかな、あ、ここに根っこがあるからこっちへスタッピ切らなきゃいけないなっていうことをずっと考えてるんですよ。その間に、
あ、家帰ったらすぐこれやんなきゃっていう思いが浮かばないんですね。その道を見ながら、ここにこうやってステップ切っていって、どん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 足を回していかないとこれ危ないなっていうふうに、常にその道の状況っていうのを実は考えながら走ってるんです。あのトレイルランニングっていう競技の特徴として、みんなああいうね、細い登山道、根っこが出てるような登山道って意外と転ばないんですね。みんな集中力がものすごく高まってるから、はい。これね、林道に出るとね、みんな転ぶんですよ。林道になるともっと舗装されてますんで、全然足元って気にならなくなっちゃうんですね。そうするとね、ちっちゃい小石につまずくんですね。だいたい山を走っていて怪我をするのは実は林道なんですね。これをランニングですとか、今スポーツの業界ではフロー体験っていうんです。フローっていうのは浮いたような状態、フロー体験っていうんですね。皆さんどうですかね、冬の冬季オリンピックで最近新しく種目になって話題になるのはスノーボードって分かります？スノーボード、こういう長い板に乗ってね、ハーフパイプってい こうお椀型の中を滑ってね、で上空に飛び出してぐるぐるすごく回るじゃないですか。あの選手の方々って空中で自分がどの方向に向いていて、どういう形で飛んでるってことを全部把握してるんですって。でそれぐらい集中力を持って自分の体をコントロールすることができる、これがねフロー体験って言われてるんですね。で登山もそうですし、トレイルランニングっていう競技もそうなんですが、自分が普段持ってる力よりもうちょっと集中力を高めることによって、この感覚っていうのが得られるらしいんですけれども、非常にこういったものが注目されるようになってるんですね。じゃあなぜその私たち人間がストレスっていうのを断ち切るために瞑想やマインドフルネスっていうものをやったり、ランニングをして一回一回心をリセットしなければいけないかっていうと、やはり先ほども言いましたように、まず人が歩かなくなった、ね、歩かなくなったってことは社会のシステムが大きく変わったことがやはり一つの要因ですね。ほぼほぼ今仕事をしている方々、まあ半数ぐらいは机に座っていること多くないですかね。ね、机に座ってることって多いんですよ。私お坊さんで、今その竹井坊では夜は皿洗いしていますけども、日中は奥の院神閣っていうお寺に勤めてまして、こう見えてどう見えて会計職をやってるんですね。そうするとね、お坊さんでも会計職ってあるんですよ。パソコンをいじりながら帳簿をつけたりとか、支払いの伝票を作ったりとか、そんなことがね主な仕事になるんですね。そうするとデスクワークっていうのが多くなってくると、やはりどん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 私たちの日常生活の中でストレスを抱えることがある。また社会情勢だとか、これから先の自分の生活、この前もまあいろいろね、老後に2000万貯めてくださいよなんていう話もありましたけども、若い世代ですとか、非常にこう不安を抱えながら仕事をしなければいけない、社会の中で生きていかなければいけないっていう状況が今あるわけでございますね。ランニングのレースのですね、今 NHK なんかでも非常にこういった番組が多くなってるんで、やはりこう社会的にはそういったものがストレスが原因で山を走るようになったり、マラソンをするようになったって方が多いんだろうなっていうふうに思うんですけどもね、NHK のその番組を見てる時にね、すごく象徴的な言葉を残した選手がいたんですね。その方はね、やはり海外のレースで、300何十キロって走るレースだったんですね。それをね、優勝した40代の選手だったんですね。この方、イタリアの方だったんですけど、イタリアでその方は町の、ね、清掃員をされている方だったんですね。で自分の日常の生活は自分の満足いくものでは到底ないと、
要はその方は自分の生活、日常生活には非常に大きな不満を持ってるんだと。だけれども山を走ることによって、自分の命が生きているっていう実感が持てるんですっていうことを言っていたんですね。やはりこの何て言うんでしょうね、日常のこの社会の生きづらさっていうものがね、やはり根底にあって、どうもその自分で抗うことができない社会のシステムだとか、自分の力ではどうにもすることができない不安だったりとか、そういったものと非常に戦っている人っていうのは多いんではないかなっていうふうに思うんですね。実際私もそうです、ね。今こうやってお坊さんとして楽しくお坊さんを楽しむって言いながらやってますけど、やはり不安は大きいです。日常の中でね、日常の中でその不安をどうやって解消していくかって言ったら、やはりその中に一つの柱となるのが信仰心であって、お題目であって、お勤めであって、日常の生活の中にそういったものがあるべきだと思うんですね。でこのランニングと修行ですね、お坊さんの修行、また皆さんが日常お題目を挙げることも修行だと思うんです。修行っていう言葉を英語で何て言うか知ってます？修行って英語で何て言うか分かりますかね？分かりますか？そうなんです、トレーニングなんですよ、トレーニング、ね、修行っていうとすごく難しいですね。自分もね、それを知るまでは修行って何ですかって言われても、まあ明確な答えは出なかったですね。英語に訳してみたら意外と簡単だった。トレーニングなんですよ。練習なんです。ね。だからランナーの私もそうですが、ランナーの皆さんも日常一生懸命走ることによって山に入って走って自分の心をリセットして自分の日常生活に生かすことができる。そして私たちお坊さんにとっても皆さんにとってもお題目を挙げることがトレーニングなんですよ。トレーニング、お題目を挙げることが目的ではないんですね。お題目を唱えることによって何を得るかがトレーニング、練習なんですよ、ね。先ほど言いました、日常の生活の中で、習慣になるにはおよそ60日っていうふうに言いますね。ランニングを始めてもやめちゃう人ってたくさんもちろんいるんです。1年続けられる人っていうのはだいたいね3割ぐらいっていうふうに言われてますね。やめてしまう方が多いだけど、ランニングっていうのは分かりやすいですね。トレーニングを積んでいけば初め5キロで息が上がってしまってもう走れないってなった人たちが1年もねやるとね10キロとか、まあ本当にうまくいく人はフルマラソンが完走できるぐらいには十分なるんですね。で私たちはお坊さん、まあもちろん皆さんもこの習慣としてどうでしょうね。朝お題目をあげる、ね、私たちでしたら朝しっかりお勤めをさせていただく、仏様に仏般をあげてお勤めをさせていただくっていうことがするんですけども、これが習慣づくとどうなります？朝お勤めしないで出かけた時、朝お題目を3遍お唱えしないで出かけてしまった時、なんか不安になりません？ね、ああ今日できなかったなっていう気持ちになんか なってしまったりね、これを習慣づけていくと、さあ朝じゃあ何時からお勤めをするんだから夜は何時に寝ようねっていう話になってくる。習慣というそういうものなんですね。だん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 一つこれをするべきだっていう自分のものができてくると、日常の生活っていうのは非常に流れが良くなってくるんですね。これが一つの効果でもあるとは思うんですが、さてさてこのお題目を挙げるということが何の練習になってるんでしょうね。やはりこの一日の流れというものの中から、その一日心穏やかに過ごせるように、ね、自分の気持ちを落ち着かせて、ね、そうですね、スタートですね、しっかり自分の心を落ち着かせて一日の仕事を順調にこなして、愚痴を言わず、
人の悪口を言わず、人と笑顔で接してっていうことができてこないと、お題目の意味ってなくなってしまう、ね、ただの習慣ではダメですね、このお題目っていうのはトレーニング、ね、皆さんが日常どうやったら仏様の笑顔で仏様の心持ちで過ごせるのかっていうことを探求していくからこその修行なんでしょうね。ですからもちろん私も探求してるんですよ。日頃もやはり悩み事ってのは非常に多いです。どうやって言ったらいいのかっていうことを常に悩んでいる。どうやったら仏教ってもっと分かりやすく伝えられるんだろうかっていうことを思っている。そういった中でお題目を挙げさせていただいて、また私はランニングをさせていただいて、この練習を積んでおるわけでございますが、今回のこの金曜講はですね、知音法音実りであります。私は先ほど言いましたように、自分が悩んで、実部に来ないのは自分のせいではなくて、どん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 信者さんを連れてこれなくなってしまった、いろんな状況がもちろんあります。信者さんを連れてこれなくなってしまった全国のお坊さんたちが頑張らないから悪いんだ、ね、そういう人のせいにする気持ち、ね、やはりそういうふうに思っていってしまった中で、また人と比べてら自分はこんなに情けなくて信仰心も薄くてどうにもなんないな、だからお寺の息子はダメだって言われてもしょうがないなっていうふうにね、やはり思っておりましたよ。今でもたまに思うことがありますけれども、じゃあ自分で何ができるんだっていうことをやはり考えたら、僕はこの知音法音の心だと思うんですね。恩を知って恩に報いるっていうことです。言わんや仏法を学せん人、知音法音なかるべしや。仏弟子は必ず知音を知って知音法音いたすべしと日蓮聖人がおっしゃっております。自分は常々思っていることがありまして、何か人にしてもらったときは必ず大概の人はありがとうって言いますよね。ありがとうって言います。だけどこう言っていいか分かんないんですけど、僕が自分自身がありがとうっていう言葉が真実であるのかどうであるか分からないんです。僕分からないんですよ、ね、この中で、戦後の記憶がある人いらっしゃいます？さすがにそれはないですかね。戦争の頃のありがとう、人から救ってもらった時のありがとう、人からその日の食べ物をもらった時のありがとうっていう言葉と僕のありがとうって圧倒的に違うだろうなってことを思ってるんです。世の中では何かをしてもらったらありがとうっていう言葉を必ず言いましょう。何か人に悪いことをしてしまったらごめんなさいと言いましょうっていうことは誰しもが学びます。けれども学べばそれは誰もができますよね。僕もありがとうっていう言葉を言います。でもあることが難しいのかどうか、ありがたいっていうのはあることが難しいって聞きますよね。三食何不自由なく食べてる僕、ね、今日も、車で身延から来てこれで車で帰ります。昔じゃ考えられないですよ。今日帰るとね、50人団体が泊まってるんですぐ皿洗いするんですで、そういうことができるようになってしまったっていうのもまあ不自由な話ですけどね、すぐに帰れば家の仕事が手伝える、ありがたいことですよ。昔から言えば考えられないです。だけど自分が言うありがとうっていうのが本当かどうかっていうのは分からない、残念ながら。ただ習ったから、そういうシチュエーションにあるから、
そういうふうに刷り込まれた部分っていうのが若い人たちっていうのは多いんじゃないかなと思うんですね。でまた多分今外の方で布教研修所の研修生も聞いてると思いますけども、若いお坊さんっていうのは特にそうなんじゃないかなって思うんですね。このまあさまざま大小さまざまお寺があって、全国各地いろんな事情があって、けれどもこのお寺の息子として生まれて、何不自由なく育って、知らず知らずのうちにお経も覚えて、けれどもお坊さんになりたくないっていう思いを抱いてしまったり、ね、本当はありがたい環境にありながらも心の底からありがとうって言えることができなくなってしまったというか、感じなくなってしまったっていうことがあるんですね。世界を見てみれば、私たちは今3食無事に食事をいただいて、屋根があるところで布団を敷いて寝ることができる。けれども世界の人口を見てみれば、屋根がないところで寝てる人の方が多いんですよ。3食食べれない人の方が多いんです、ね、けれども私たちはこれ幸いにこれだけ恵まれた安全な日本という国に生まれて、そしてお坊さんとのお坊さんの縁をいただいて、このお寺に生まれることができた。じゃあこのありがとうってどうやったら表現できるんだろうっていうことが、私にとっては知恩法恩だったんです。この恩は何かの形で世の中に貢献しなければいけない。お坊さんとしての自分が一人一人に困っている人に何かの言葉を与えようなんていうシチュエーションはめったにないです。お坊さんやっててもそんなことはめったにないです。困った人が僕が歩いてたら、お職人さん困ってるんですよなんてシチュエーションは絶対に来ない。自分でこの身延町ね、過疎の町で何か貢献できることはないだろうかって思ったのがランニングイベントだったんです。ランニングイベントで、そこから始めたのがこの修行僧という修行僧。修行僧、シャレです。走るっていう字を使ってますね、はい、この修行僧っていうランニングイベントを、7年前からさせていただいておってですね、去年はねやはり台風の影響で、中止になってしまったんですけども、今年も12月1日に、無事に開催をさせていただきますが、身延町っていう、ね、人口、身延町って三町合併になってるんで、先ほど言いました元栖湖の地域、元栖湖の地域っていうのはもともと下部町なんですね、あとはね中富町っていう町も合併して、三町合併で身延町、身延町すごく大きくなったんです。で大きくなったんですが、最近、何かのこのものを測る基準として東京ドーム、東京ドーム何個分とかねありますよね、東京ドーム野球の時に観戦する人が東京ドームに4万6千人かね、そんぐらい入るんです。身延町の、ね、人口3町合併しても1万1000人です、ね、伝統の巨人阪神戦がスッカスカの状態になります、ね、で旧身延町で言えば多分3000何百ですね。門内地域で言えば500人ぐらいなんです、まあ、総門から内側もう今そんなにいないかもしれないですね。でそこにね年に1回1000人の選手が来るんです、はい、身延町にもともとやはり縁がなかった方々、仏教なんて全く知らない方々、そういった方々がランニング山を走りたいということでこの身延町に毎年1000人押しかけてくるんです。で初めてそこで身延町っていうものを知ってもらって見てもらって、七面山に登って、うわこんなところにこんな大きい建物あるんですかってみんなでびっくりするんですよ。
で初めて仏教の話と私が仏教の話ができる環境がそこに整ってくるんですね。この修行僧っていうランニングイベントを続けていく中ですごくね面白かったことっていうのがねたくさんあるんですね。やはりこの仏教に興味をもらって持っていただく一つのきっかけになったということもそうなんですが、中にはねこんな方もいらっしゃったんです。七面山まで走っていったら玄関のところに土間のところにねドリンクだとかいろいろ提供する場所を置いてるんですけど、勝手にね靴履いてすいませんトイレ借りますってスタスタって行く人がいるんですね。七面山にね昔登ったことがあるんですっていう方がやはりいたんですね。であとはね小さい頃に登ったことがあるんですっていう人がね何人もいるんですよ。けれども連れてきてくださったおばあちゃんが亡くなってしまってから登ってないんです。このランニングイベントがあったから久しぶりに来ることができましたっていう人がねたくさんいるんですね。またこういった人もいました。12月の大会ですので大会が終わった後にご夫婦で参加されている方が、いやこんな環境でこんないいところで走らせてもらったんだからお礼参りしなきゃまずいよねっていうふうにねご夫婦で話をしたそうです。それから毎年七面山で年末走ってお正月にね身延さんにお参り来るっていう人がね出てきたんです。一つのやはりきっかけになることができた。そしてもっとありがたいことが、自分のランニングのレースだとか、ランニングレースだけじゃないんですよ。お寺でね味噌作り体験とか商売業体験とか写経体験とかいろんなことやってる。あとはねバーベキュー大会もやってたりするんですお寺で。でそうするとねそういうランナーさんがお承認ゆうじさん手伝いをって言ってね何人も来てくれるんです。お寺の手伝いをしてくれるようになった。そして2月の1日のお祭りの時にもたくさんお参りに来てくれるようになったんですね。そういった縁があって今私っていうのがこのお坊さんとして活動させていただいておるわけでございますが、先ほど言いましたように自分が率先して楽しみながら地域に貢献しようと努力すればそこに人の輪っていうのが自然とできてくるんですね。お承認さん頑張ってるから手伝うよっていう人が地元でもちらほらと声をかけてくれるようになって、本当はねちょっと前までの自分だったら、身延へ談参をしてくれるお坊さんが増えたらいいな、ねもっともっと檀家さん連れてきてくれると嬉しいなって思ったのが、自分からアプローチをすることによって、自分の仲間を作ることができたっていうことが今実感としてあります。知恩法恩、先ほど言いましたけども恩を知って恩に報いるっていうのはこれただの恩返しではないですね。恩返しっていうのはしてくれた人に対して何か感謝を返したりすることですけども、私がこの世に何かの使命を持って何かできる力を持ってお坊さんとしてあるのならば、それは全力をかけてやらなければいけない。今こうしてランニングのイベントをさせていただいて、自分が走るということでいろんな人と縁を結ばせていただいておりますが、これが全てだとは思ってないですよ。まだまだもっともっと自分は変わっていきたいと思ってます。もっともっと身延にできることがあると思ってます。もっともっと身延さんに足を運んでもらえるきっかけに自分はなれると信じて今お坊さんをさせていただいてます。ですからお坊さんを楽しみながら、全国には何千というお坊さんがいます。その人たちがお坊さんはこうでなきゃいけないんだ、こういうふうにしなきゃいけないんだ、ああこういうとこはかしこまっておとなしくしてなきゃいけないんだではなくて、どん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 小さくなってしまうんではなくて、自分の個性、自分のできること、
ね、お坊さん自らが自分の命を輝かせることによってそこには大きな縁が生まれて大きな力が蓄えられるんではないか。これ日蓮宗のお坊さん全員が何か一つ行動を起こそうって思ったらこれすごいことですよね。今は宗教離れですとか全国過疎地域にあるご寺院さん、非常になかなか難しい時代になっておりますけれども、誰かが何かをしてくれるではなくて自分が率先してやるっていうことがこれからの社会づくりであったり、お坊さんだけじゃないです、やはり地域の方々もそう、自分が進んでやる、行政が何とかしてくれるではなくて自分が進んでやるっていうところにはきっと大きな力が備わるんではないかと信じて、今私も楽しみながらお坊さんをさせていただいております。本当に拙い話でなかなか、先ほども言いましたけど私がね、何かの教えというものを提供できるほど立派なお坊さんではございませんので、またそういった素晴らしいお話は毎月毎月この金曜講話でね、ございますので、たびたび足をお運びいただいて、またいろんな方のいろんなお坊さんのお話を聞いていただければと思う次第でございます。この1時間半のちょっとね長めの時間でございますけども、ご清聴いただきましてありがとうございました。それでは、お題目を3遍お唱えいたしまして、私のお話を終わらせていただきたいと思います。ナム妙法蓮華経、ナム妙法蓮華経、ナム妙法蓮華経。ありがとうございました。